さあ続きましては、これは何が起こるかわからない、何が起こるかわからないシングルマッチであります。
なかなか新鮮で、はい、練習させてもらってる方同士なので、そうですよね。その試合の方々が見るとすごい勉強になります。なんでちょっと今日も2回目に行ってしまいます。頑張って、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 思ったんですけど、池松さんもいますからね。あ、よかった。あれ、顔が欲しいところで出てますね。あ、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 出てますね。マスク取りました。マスク取りましたよ。取りましたね。ワン、ツー、赤い、パンツ。マスク取りました。マスク取りましたね。体調的にはどうなんでしょうね、高井選手。ちょっといつもの不徹底しい感じが見られていないんですね。元気はないですね。どうぞ、どうぞ、すみません、すみません。マスクはどうぞに呼吸しやすいことを誤解して返してよ。いいよ、って。マスクのすごい呼吸しやすい。外すよ。オッケー。あ、待って、私、体の上だから、蹴りはすごいなんですけど、スタミナ完全になったんですよ。あの、今日俺やるって、受けるってことをすると怖いですね。あー、テイクドロップキック。本当に、あの、ホームラン選手がテイクしてくるとは全く取れないんで、普段はなかなかこうね、あの東さんと喋ることがなかなかないから、今日は貴重な解説だと思います。普段僕静かなものなので、はい、こうなってね、あ、じゃあ入って、そこから。からも、ロープ近いのが、あ、ほっ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 、うちの男性のシンティングフリー。あ、そうなんですね。はい、すみません、僕最近ちょっと半年ぶりに今日は皆さんの前に立ったので、ちょっと知らないことがちょっとありますが、はい、よろしくお願いします。今さですけど、よろしくお願いします。半年は確か前回の前回ぐらいから。あ、そうなんですね。で、今エルボーが、エルボーが出たから、いけ、こんにちは。はい、いけ、こんにちは。リキマイ選手のあのキャラが見えたら、これはまだ取ってはあるんですかね。あ、ラウンドしてる。これは拓也選手、チャンスですよ。チャンスですね、チャンスですね。どんどん攻めていきたいところです。お、お、かけられた。上げられるか、上げるか、上げるか。あ、すごい。あ、とにかく腹も、あ、ほんとしてた。どこでも上手ですね。おお、何か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 、アイテムを使ってたよ。あれは何ですかね。あれは一体何ですか。あれは、次に与えるときのために僕もそれを勉強して、次の試合に与えられます。